共産党小池晃、暴言で大炎上。靖国参拝は断じて許されない。先日、共産党の小池さんが街頭演説にて次のような発言をしてしまいました。閣僚による靖国神社参拝は断じて許されない。終戦記念日の現役閣僚による靖国参拝は4年ぶりだ。しかも一気に4人揃っての参拝だ。もともと靖国神社とは旧 陸海軍両省が管理する軍事的宗教施設だった。多くの若者は靖国で会おうと戦場へと赴いた。日本中の人々を戦争に動員する精神的支柱だった。靖国神社は戦争は正しかったと展示している。靖国参拝は不戦の誓いでも戦争犠牲者への慰霊でもない。逆に戦争犠牲者やその家族の 二度と犠牲者を出さないでという願いを踏みにじるものではないか。日本共産党は閣僚による靖国参拝は行わないよう強く求めるとなっておりまして。小池さん、デマを垂れ流しておられますが、小池さんは靖国神社は旧陸海軍両省が管理する軍事的宗教施設だと主張されておりますけれども、この陸軍海軍がだけが、 管理をしていた。当時はですね、宗教施設ではございませんでした。完全な戦争犠牲者の追悼施設であり、その後、神社という形にした方がいいんじゃないかということになりまして、そういった神社を管理していた内務省が、安国神社をですね、 陸軍、海軍ともに管理をし、まあ、さらに内務省が靖国神社に対し人事権を行使しておりますので、軍よりも内務省が強くですね、靖国神社に権限を行使していたという事実がございます。まあ、ですので、実際には軍事的な宗教施設ではなくて、政府の戦没者 追悼施設として当時の靖国神社は存在しておりました。ですので、日本の戦争でもしかしたらですね、命を散らすかもしれない若者たちは、そういったことになっても靖国神社でまた会おうと、死んでも仲間だと話をするのは 当時は当然だったんじゃないかと思いますしまた靖国神社の展示内容について小池さんは批判をされておられますけどもこの靖国神社民間団体が民間の敷地で民間の資金を使って展示をしているだけでございますのでそういった展示内容を共産党が弾圧する批判する 根拠はございませんまた、靖国神社の展示内容、私も見たことがございますが、特攻兵器などの展示もあり、私は、まあ、そういった特攻兵器を見てですね、まあ、戦争自体は起こしたのであれば、しっかりと遂行して、可能な限り勝たなければいけないものでございますけども、まあ、そういった中で政府は国民の犠牲を最小限にして、 勝たなければいけないというですね、責任がございます。まあ、そういった責任がある中で、まあ、あのような特攻兵器が開発をされたり、航空機を使った特攻が実施されたという事実があり、まあ、こういった特攻というものは、まあ、本来であれば行わない方がですね、良かったものでございますので、小池さんが実際に 靖国神社の展示を確認されたのかわかりませんが、そういった展示を見てですね、展示を見た方が全て展示内容が戦争は全て正しかったんだと思うわけではないと思います。小池さん、もしも靖国神社の展示内容確認されていないのであれば、ぜひともですね、しっかりと 確認ししててかからら何らかの主張を行っていいいたただくようにお願いいたしますまた、こういった靖国神社への参拝、小池さんは閣僚の参拝は、戦争犠牲者やその家族の願いを踏みにじるものだと主張されておりますけれども、これまで日本のために犠牲になった多くの方が、靖国神社に 祀られており当然ですね、国会議員のご先祖様も靖国神社に祀られている場合がございますので、そういった方々は靖国神社を毎年のようにですね、参拝されております。また国会議員だけではなく、多くの国民、民間人も同じようにご先祖様が靖国神社にいるという方はですね、多く、 いいらっしゃいますまた日本人であれば日本国民であれば信教の自由が保障されておりますので誰であってもジャスクニ神社を参拝するのは自由です、まあ、こういった共産党は共産主義社会主義でございますので、まあ、中国の現状を見れば明らかでございますが個人の権利をですね完全に 無視する存在でございます。まあ、そういった存在が、信教の自由をですね、否定したくなるのは、まあ、当然なのかなとは思いますが、この民主主義において、共産党すら禁止できていない日本の民主主義において、ぬくぬくと民主主義を悪用している共産党には、小池さんには、 まずですね、そういった共産党という信教の自由についても保障されているから、自分たちが存在できているんだということをですね、改めて自覚していただくようにお願いいたします。まあ本当にですね、この小池さんの暴言、ひどいものでございますが、まあ彼らの 本省は今の中国そのものでございますので、皆様、今後行われるすべての選挙では、共産党には、共産党の候補者には、絶対に投票しないようにしていただき、これ以上ですね、国民が、日本が共産党によって危険にさらされないように、皆様、ご協力をお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。